体温いいですか？ユニフォームサプライヤー株式会社アスレタ、明治安田生命保険相互会社福井支社、よろしくお願いします。
まあ、結構ロングボールの展開が多かったんですけど、その中でもしっかり球際戦うところとか、まあ、収めるボールを収めるところだったり、そういうところは意識してやれてたのかなって思います。圭介君からもうあそこに速いボールが上がってくるって分かってたんで、自分はそこに飛び込んであとは触るだけっていう感じで、まあ、決めれてよかったです。まあ、次は天皇杯の1回戦があるんで、そこでまずしっかり勝って2回戦の J リーグチームと戦う、その環境を作り、自分たちで作りたいんで、はい、まずそこを集中して頑張っていきたいと思います。まあ、そうですね、とりあえず勝ち点3をチーム一丸となって勝てたことは本当に良かったかなと思います。その中で自分が得点できたのもまたそれも良かったかなと思います。そうですね、ピッチがこんな感じだったのでこぼれてくることを信じて中にはしっかり入れていったので、まあ、その中で自分のところにこだわったのはあとは冷静に流し込むだけの形だったので、まあ、そこはしっかり決めれて良かったかなと思います。若さっていうのは社会人チームとしてもやっぱり武器であると思うので、まあ、そこで走る量だったり今日みたいな相手の学生だったりにしっかりと自分たちの若さと体力でしっかり対抗できたらいいかなと思います。今日も何回もシュートチャンスあったりアシストできる部分も何回もあったんですけど、やはりちょっとそこ少しの修正がまだ自分の中でできていないので、そこはしっかりと練習の中で積み上げていかないと、その先の強い相手になった時に、やはり止められたりとか、その大事な1点を取れなくて負けてしまうという場面があると思うので、そこはしっかりと自分の、細かいところを直していくことを本当に、チームのためにもやっていきたいなと思います。まあ、まずは 2-0 で勝てたこと、このホームで勝てたことは良かったと思います。で、まあ、2-0 で、まあ、3点目勝負決めきれなかったところはまあ課題で出てきたので、まあ、個人としてもチームとしても、まあ、そこは受け入れて次の試合に向かって頑張っていきたいと思います。あの時間帯でその後半始まってすぐに、まあ、クロスで中見えて、まあ、そこで上げてよかったなと思います。あの時間帯に点取れたことは本当に良かったです。まあ、まだこっち来て1ヶ月弱ぐらいなんで、まあ、大体チームのこととか、まあ、分かってきてはいるんですけど、まあ、このラスそのゴール前のシーンだったり、まあ、そういうところではまだ合わないところとかあるので、まあ、動きとか、まあ、パスの精度とかもそうですし、まあ、そういうところ最後突き詰めていけたら、まあ、もっと勝利につながるかなと思います。なかなか苦しい展開だったんですけど、前半の終わりに奥選手が点取ってくれて、まあ、その1点で多少楽になりました。はい、その中でもミスがいろいろあったので、その辺を減らしてまたチームのために貢献していきたいと思っています。まあ、そうですね、まあ、王の開催初めてということで、まあ、たくさんのサポーター皆さん、ファンの皆さんに来ていただいて、まあ、その中で勝つことができて、まあ、よかったです。一戦必勝で毎試合戦っていきたいと思いますし、まあ、その積み重ねをしていきたいと思います。はい、ありがとうございました。まあ、非常に相手、守備の強い相手というところは我々試合前にスカウティングしてましたので、うまく先制点取れて、後半頭に追加点取れてって、そこまで非常に理想的な展開だったんですけども、やっぱ最後やっぱもう3点目取るチャンスがたくさんあった中で、まあ、相手の攻守もありましたけども、やっぱりあそこを取らなきゃいけないなという、反省もあるかなという試合でした。奥はもうずっと連続得点を取ってくれてますので、そういう意味でもやっぱり得点を取る場所に強く飛び込んでいくっていう感覚を持ってますので、まあ、信じて今日は先発させましたけども、非常に期待に応えてくれて、よくやったかなと思います。はい、そうですね、非常にスピードある選手ですし、ああいう抜け目ないところで得点を取るっていうところは非常に良かったんですけども、やっぱり単純なファーストタッチのところがずれたりというところもありますので、そこはもう引き続き課題で練習していかなきゃいけないなと思います。はい、福井に来てから、まあ、2年目になってなんかすごいコンディションが去年よりもいいので、動けますし、往年のって怒られますけど、代表時代だったようなプレーも練習でもう随所に見せるようになってきているので、非常にコンディションが上がっているのかなと思います。長いボールを収めてもらったりとかっていうところは絶対的な武器でありますので、特に今
今日みたいな荒れたピッチではやっぱちょっと浮き球を使わなきゃいけないっていうところですので、そういう意味では、彼のポストプレーっていうのは非常に重要だったかなと思いますけども、2点ぐらい取れたなという、はい、ちょっと相手のペナルティーエリア周辺の、ところのコンビネーションであったり、質であったりっていうところ、まあ、相手のキーパーの攻守もありましたけども、まあ、ちょっとまだ正直そこにあまり時間をかけて練習がまだできてないので、他のところをたくさんやってますので、そろそろやっぱり相手のゴール前のトレーニングの時間を増やしていく頃かなと試合を見て思いました。そうですね、リーグ戦はちょっと合間空きますけども、我々は天皇杯の1回戦というのが来週控えてますので、非常に強い相手であると、関東リーグ2部とはいえ上がってきたチームで非常にいい選手も揃ってますので、リーグ戦に向けてでもそうですけども、去年のように天皇杯で上行けるように、しっかり準備したいなと思います。おまけにホームですので、ぜひたくさんの方に見に来てもらいたいなと思います。